平野翔のファッションアイテムレビュー平野翔の最新「エムステ・ファッション」平野翔の洗練されたファッションセンスを学ぶ高価アイテムから手ごろなパンツまで平野翔が「エムステ」に登場するたびにその独特なファッションセンスが注目を集めます彼の着こなしは常に洗練されており彼自身の魅力をさらに引き立てています今回は彼が着用したカーフスキンバーシティジャケット LV スケート、ラインスニーカー、そしてポータロマナ90、110インオフヴビンテージサングラスについて詳しく見ていきましょう。彼の選ぶアイテムは、単なるファッションアイテムにとどまらず、その一つ一つが彼の個性とスタイルを表現しています。まず、カーフスキンバーシティジャケットについて。これは非常に高価なアイテムであり、価格は1 3万9500円です。このジャケットは、 伝統的な野球のユニフォームを彷彿とさせるデザインですが、海軍のスタイルが取り入れられており、特に目を引くのはその素材とディテールです。ボディ部分は海軍ブルーのウールで作られており、袖は対照的な白いカーフレザーで仕上げられています。前面にはレトロなルイス・ビットンの文字と貝殻のモチーフが刺繍されており、背面にはロープノットスタイルの LV ロゴが施されています。さらに パールエフェクトのスナップボタンが全体の印象を完成させていますこのジャケットは素材の品質とデザインの独創性が際立っており平野紫の洗練されたファッションセンスを象徴しています次に LV スケートラインスニーカーですこれはルイ・ビトンの2022年秋刀ーーメンズコレクションで初披露されたものでそのデザインは1990年代にインスパイアされています 価格は20万7900円です。このスニーカーは、テクニカルメッシュ、カーフレザー、スウェードを組み合わせたバイカラーのアッパーが特徴で、モノグラム、フラワーのディテールが施されています。パッド入りのシューカラー、テクニカルなダブルのシューレース、そしてバイカラーのアウトソールに施されたモノグラム、フラワーのモチーフも、このスニーカーの魅力を一層引き立てています。このスニーカーは、 単なるスポーツシューズではなく、ファッションアイテムとしての価値が高く、平野翔のカジュアルでありながら洗練されたスタイルにぴったりです。そして、ポータロマナ90一重引用フエスィンテージサングラスです。このサングラスは、平野翔のファッションにおけるユニークなアクセントとなっています。彼は、このサングラスを使って、現代の高価なアイテムとヴィンテージのアクセサリーを巧みに組み合わせています。 このサングラスは、希少なウッドテンプルとゴールドメッキが特徴で、存在感が抜群です。現在、薄い水色のカラーレンズが入っていますが、おまけとしてブルーパープルのカラーレンズも付属しています。原宿の総楽贅度でも取り扱いがあるこのサングラスは、彼のスタイルに独特のエッジを加えています。平野翔のファッションセンスは、ブランドの価格や知名度にとらわれず、 自身ののスタイルをを確立すすることの重要性を教えてくれます例えば AFB のスタドーデニムカーゴパンツは価格が3万3000円と比較的手ごろでありながら彼のスタイルにしっかりとフィットしていますこのパンツはシンプルでありながらも個性的で彼のファッションの多様性と独自性を示していますこのように彼のスタイルは高価なブランド品だけでなく 様々さまざまな価格帯のアイテムを組み合わせることで完成されています彼のファッションから学べることはブランドの価格や知名度にとらわれず自分自身のスタイルを大切にすることです平野紫のように自分に似合うアイテムを見つけそれを自信を持って着こなすことが大切です例えばカーフスキンバーシティジャケットのような高価なアイテムを選ぶ場合でもそれをどう着こなすかが重要です同様に LV スケート、ラインスニーカーのようなアイテムも、単に履くだけでなく、全体のコーディネートを考慮することで、その価値が最大限に引き出されます。さらに、ポータ・ロマナ90・一十引イン・ヨーフ・エース・ヴィンテージ・サングラスのようなヴィンテージアイテムを取り入れることで、スタイルに独自性を加えることができます。ヴィンテージアイテムは、その希少性と独自のデザインが魅力であり、他の誰とも違うスタイルを作り出すことができます。 平野紫のファッションセンスはこのようなユニークなアイテムを取り入れることでさらに際立っています平野紫のファッションからインスピレーションを得て自分自身のスタイルを見つけるためにはまず自分が何を好きかどんなスタイルが自分に似合うかを見極めることが重要ですそしてそれをもとにさまざまなアイテムを試してみることですブランドや価格にとらわれず 自分にとって最も魅力的なアイテムを見つけ出し、それを自信を持って着こなすことで、平野翔のような独自のスタイルを確立することができます。彼のスタイルは、単なるファッションではなく、自己表現の一部です。彼の選ぶアイテム一つ一つには、彼の個性と美学が反映されています。カーフスキンバーシティジャケットのような高価なアイテムも、LV スケート、ラインスニーカーのようなスポーティーなアイテムも、 そしてポータロマナ9110インオフエスビンテージサングラスのようなユニークなアクセサリーも全てが彼のスタイルの一部として完璧に調和しています。私たちも彼のように自分自身のスタイルを見つけるために様々なアイテムを試し自分にとって最も魅力的なスタイルを見つけ出すことが大切です。そしてそれを自信を持って着こなすことで自分自身のスタイルを確立することができます。 平野ののファッションセンスから学び、自分自身のスタイルを磨くために、まずは自分が何を好きか、どんなスタイルが自分に似合うかを見極めることから始めてみましょう。そして、それをもとに、様々なアイテムを試してみることです。自分にとって最も魅力的なスタイルを見つけ出し、それを自信を持って着こなすことで、平野ののような独自のスタイルを確立することができます。さらに、 彼のファッションはブランドの価格や知名度にとらわれない点も注目すべきです。例えば、AFB のスタドーデニムカーゴパンツは、価格が3万3000円と比較的手ごろでありながら、彼のスタイルにしっかりとフィットしています。このパンツはシンプルでありながらも個性的で、彼のファッションの多様性と独自性を示しています。彼は、高価なアイテムと手ごろなアイテムを組み合わせることで、 独自のスタイルを作り上げています。このように平野紫耀のスタイルはブランドの価格や知名度にとらわれず自分自身の魅力を最大限に引き出すための選択がなされています彼のスタイルはただ流行を追うだけでなく常に彼自身の個性とブランドイメージに合った選択をしています例えば LV スケートラインスニーカーのようなスポーティーなアイテムを取り入れることで 彼はカジュアルでありながらも高級感のあるスタイルを実現しています。このスニーカーは、テクニカルメッシュ、カーフレザー、スエードの素材が絶妙に組み合わされており、モノグラム、フラワーのディテールがアクセントとなっています。これにより、シンプルでありながらも高級感が漂うデザインとなっています。平野松はこのようなアイテムを巧みに組み合わせることで、シーンに応じた最適なスタイルを作り上げています。